Suzuki。 はい、前回までは壮絶な7年戦争が始まりまして、もう完全に四面楚歌っていうところで大ピンチのフリードリヒ大王なんですけども、うん、いや我々の収録時間ももう大ピンチですよもう24時ですよ、はい、まだ何話か残っているのに今24時です、はい、そして我々は明日、全員こうあれだよね、出張に行かないといけないんだけれども、はい、いや一体何時間寝れるのかという戦いがここから始まりますよね、はい、もうやばいですよ、大ピンチなところからどうやって踏ん張りを見せるのかですね、はい、そうですね、はい、はい、いきます、はい、ここから謎の踏ん張りを見せるプロイセン、はい、ロスバッハの海戦、はい、はい、うん、これはですね、うん、プロイセン軍2万2000、はい、対フランスと神聖ローマ連合軍4万1000、まあ、倍だよね、うわ、はい、はい、この戦いでなんとこの連合軍を撃破、え、勝つんや、勝つ、へえ、この海戦がどんな海戦だったかも後かって言うんだけど、はい、そしてこの次に翌月ロイテンの海戦、プロイセン軍3万3000対オーストリア軍6万6000、純粋に倍、オーストリア軍を撃破、そして、翌年8月のソルンドルフの海戦、うん、どんだけ海戦するんだって話なんですけど、はいはいはい、プロイセン軍3万6000、はい、ロシア軍4万3500、ロシア軍を撃破、っていう謎の踏ん張りを見せます。いきなり強じゃあ一つずつ解説します。ロスバッハの海戦っていうのは、プロイセン軍が行軍中の敵をロスバッハで捕捉します。ほいほいほい、この頃からですね、ちなみにプロイセンにですね、うん、めちゃくちゃ強い将軍が一人おるんですけど、ザイドリッツ将軍ってやつがいるんですけど、この人は馬上の台風と呼ばれた、はい、いやめちゃくちゃかっこいい、かっこいい、二の腕に怒りのタトゥー入ってますけどザイドリッツ将軍っていう人がいるんですけどね、すげえな、うん、この人がですね、タンクトップやろな多分3方面から攻撃を加えて2時間後には敵を退却させ、はい、逃げる道すがら大砲、銃、靴、兜、弾丸などを片っ端から捨てていったものをこう集めていく、うん、ことをしています、うんうんうん、このそのザイドリッツ将軍率いる突撃による敵の損害、うん、3万お、プロイセン軍の損害500、強すぎやろ強すぎでしょこいつ、ね、結構削ったなザイドリッツの強さね、何、うん、へザイドリッツが強いっていう理由で、うん、勝つみたいな、はやっぱその軍隊の中にもちゃんとこう人材を育ててたのが結構でかいね、そうだね、このザイドリッツ将軍が将軍であることが大事だよね、そうそうそう、この人が一兵卒だったらこういうことが起こらないんだけど、こういう優秀な将軍と将校をやっぱ育ててたのと、うん、ザイドリッツ将軍の言うことを聞くことができる兵士をやっぱりかなり育ててたっていう軍人王の功績があるんですよ、うんうんうん、軍人王とその軍人王の功績を引き継いだフリードリヒの訓練の功績っていうのがすごくここで生きてくるんですけれども、うんうん、あのこれちょっと言わなかったんだけど、ここで補足すると、うん、軍人王が亡くなった後後年ね、うん、フリードリヒさほら軍人王のことすごく嫌いだったじゃん、うん、なんだけどプロイセンを視察したりとか、うん、王様の立場としてプロイセンを見た時に、うん、フリードリヒは気づくんですよ、うん、軍人王だったお父さんがどれだけ優秀だったかってことに気づくんですよ、うん、うわこれはいい話や、うん、あの王様すごかったんだなってへその各地を巡察しながら、うん、よく整えられたなんていうか行政とかを見たりとか、うん、その連兵が行われたこの軍隊とかを見て、はい、いかに軍人王が頑張ってたかってことが分かってくるんですよ。そうね、自分が経営者の立場になって初めてそうなんです、理解したんだろうね、なぜ軍人王があんなに自分にフルートを禁止してまで勉強しろって言ってたとかいうことが、うん、その背景が分かってくる。なるほど。っていうこともあったんです。なるほど。その力を使って実はフリードリヒはここで勝利を挙げていくんです。へえ。っていうこともあるんです。なんかお父さんとの魂がぶわってこう一致した感じがしますね、うん。好きにはなってないと思う。ただ、なるほど、尊敬をし始めて、好きじゃないけどリスペクトはできるっていう風に多分なってたと思う。へえ。ですよね。まあそういうこともありました。うんうん。まあ、その連兵されてたとかザイドリッツ将軍がいたみたいなのと、あとはまあこれ後で紹介しますけど、あのプロイセンって
特殊な戦法を使ってて、うん、そのほら数が少ないじゃんプロイセン軍って、うんうんうん、富国強兵で増やしたとはいえ、うん、オーストリアとかフランスとかさ一つ一つに比べて弱い、うん、少ないじゃん、うん、だからその少ない軍で勝てる戦法っていうのをまあ彼らは開発していくんですけれども、うんうん、まあ、そういう作戦とかも生きて勝つことができていくっていう感じですね、うん、でこのロスバッハの勝利後姉ビルヘルミーネに宛てた手紙がまた残っています。い、はい、我が国民の威信と名誉が救われた今自分は休んじて墓に入ることができよう。お、我々は未だ真に幸福ではないが、おめえはもはや注がれたと言ってもよいと、いうふうに言ってます。うん、一回安心したよな。ちょっと安心したよね、はい、うん、うん、そしてあとフランス人であるボルテールですね、うん、ボルテールはもともとフリードリヒと仲良く文通してた、うん、そしてボルテールをフリードリヒはさらに宮殿に呼んで給料払って、うん、まあ、雇ってたんですよ、うん、実は途中、うんうんうん、雇って交流してただけど実はその後ちょっと喧嘩別れしちゃってたんだよね、うん、あのボルテールがお金を求めすぎて、うん、そんなお金求めんなやみたいな感じで、うん、ちょっと喧嘩別れして、うん、あの別れてた、うん、このボルテールがこのフランス軍の敗退を見てですね、うん、言ったのが、うん、歴史上類のない集大を極めた敗戦だと、うんうん、アザンクールやクレシーポワティエ、まあ、いずれもその100年戦争の時の敗戦なんですけども、うん、フランスの、うん、この敗戦でもこれほど屈辱的ではなかったと批評しています。へえ。そしてこのロスバッハでの勝利はフリードリヒのやっぱりその、まあ、軍人王としての名声をさらに高めて、うん、フリードリヒを讃えるっていうのが、まあ、ヨーロッパ全体にですね、うん、広がっていくということが起こるぐらいやっぱセンセーショナルな戦勝だった。なるほど。いや死んだやろってみんな思ってた、うん、思うわそれは。ここからの謎の巻き返しを見せたことによって、はいはいはい、やっぱすごいんだなあの人ってなったわけですね。はい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 、いいですね、はい、このロスバッハに続くロイテンの海戦、うんうんうん、フリードリヒの作戦の中で最も成功を収めたものとされているのがこのロイテンの海戦です。お、ロスバッハの勝利後この勢いのまんま調子に乗らずフリードリヒはオーストリア軍の攻撃に向かっていきます。お、はい、うん、これはね何をしてるかっていうと、うんうん、かっこ個別撃破しようとしてる、うん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 、さっきフランスと戦ってフランスを倒した。なるほど。一旦、うん、次はオーストリアを倒した、うん、でこのあとトルンドルフの海戦ではロシアを倒したってことなんですね、うん、なるほど。だからかっこ個別だったら勝てるっていう作戦を立てて実際勝っていくってことなんですよ、はいはいはい、でこのロイテンの海戦ではですねロスバッハで勝利した軍隊を率いて、うん、ライプツィヒを出発して、うん、シュレジエン方面のハイザン兵と合わせて、うん、総勢3万3000の軍隊を形成、うん、そして6万6000のオーストリア軍を迎え撃つという戦争ですね、はいはい、うん、でこの海戦ではさっき言った特殊な戦略というのがめちゃくちゃ功を奏します、うんうんうん、平時から研究を重ねて訓練に努めていた射光戦法っていう戦い方があるんですけれども、うんうん、これはねちょっと口で説明するのはちょっと結構難しい。動画とかがないと難しいんだけど、うん、簡単に、まあ、口でも分かるように説明すると、うん、普通この時代の戦争っていうのはその兵士が横一列に並ぶわけです、うん、それが何列にも並んでいくわけです、はいはい、この何列にも並んだ軍と敵軍である何列でも並んだ軍が正面衝突をして潰し合うという戦争をしてるわけ、うん、はいはい、なんとなく分かる、はい、うん、でフリードリヒが考えた作戦、フリードリヒたちの軍っていうのは数が少ないわけだから普通に正面衝突したら負けるじゃん、うん、なので、うん、なるべく有利な状況を作らないといけないというふうに思うわけですよね、はい、その有利な状況を作るために何をしたかというと局地的に包囲戦をするっていうことなんです、はい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 、これは相手の右翼向かって右側のこの軍に集中砲火していって、うん、気づいたらこの右側を包み込むように包囲してる状態を作る、はいはいはい、そうするとこの右側では有利な状態が作れるじゃないですか、はい、ここから突き崩していくっていう有利な状態を局地的に作ってその有利状況を活用して全体を崩すっていう戦略、はいはいはい、なるほど。そのために兵士がしないといけなかったのが斜め歩きなんですよ。へ、なぜかっていう説明が難しいんですけど、はいはいはい、正面に進むんじゃなくて途中から一部が斜めに歩いて横に動くんです、はい、で横に動いてから方位に向かっていくっていう作戦なんで、はいはいはい、でこれを斜めに動かずに真正面に横に動くと、うん、
相手を撃てないんです、うん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 、相手を撃ちながら横に動きたいので斜めに動くとか横に動くっていうことをするんですけど、うんうん、これは非常に難しいんですよね。軍隊を横に動かしたり斜めに動かして、それが迅速である、正面衝突する人たちと同じスピードで進むっていうのは難しいんだけど、めっちゃ訓練してるからそれができるっていう軍隊を彼ら持っていた上に、1分間に7発の銃弾が撃てるという凄まじい訓練を受けてるんです、はいはいはい、プロイセン軍っていうのは、はいはい、この2つの訓練を受けることによってロイテンの海戦では大勝利を収めるっていうことがまあ起こるんですよね。すげえ作戦勝ちよ。うん、ちなみにこの頃のフリードリヒっていうのは前も言いましたけど、一番最初の海戦で彼は逃げたじゃん、うん、この時はねもう自分の命ももろともせず自ら陣頭に立つということをずっとやってる。でこの判断もしてるし、うんうんうん、っていう感じですね、うんうん、あとはこのロイテンの海戦では砲兵もすごく活躍したというふうに言われている、はいはい、16頭の馬で引っ張ってくる要塞砲って超でかい砲台を、うんうん、まあ作ってそれで撃つということもやったそうです。これはこの後のソルンドルフの海戦で一発で42人を殺すような、かあ、うん、ね、でっかウルヴァンの巨砲みたいな、うわあったっすね。ねえ、あのメフメト2世の時にオスマントルコの時に出てきたやつですよね。ちゃんと設備投資もねここで聞いてるんだね。はい、うん、この時のオーストリア軍の捕虜12,000、これに対してプロイセン軍の死傷者、うん、将校223人、はい、兵6,000、おお、ね、はい、かなり少ない。そうですね、へえ強いんや、はい、この時もザイドリッツ将軍が超活躍してるはこのザイドリッツ将軍っていうのはね、うん、ひときわ背が高くて敏捷で力に秀でていて若い頃から乱暴者で鳴らしたっていう、まあ、イメージ通りです、うん、なるほどなるほど、はい、うん、銃騎兵、軽騎兵、竜騎兵を経ていくつもの戦いで目覚ましい軍功を重ねて昇進の階段を上っていた、うん、そしてこの若干36歳にして、うん、フリードリヒは彼を重要戦力である騎兵の指揮官に抜擢していた、うん、この大抜擢したザイドリッツがめちゃくちゃ活躍して勝つんです、うん、なるほど、はい、いろんないいことが起こってるよね、うん、だからもういろんな人のいろんな能力が相乗効果を合わせて勝ってるんですよ、うん、なるほどなるほど。でもう一ついいことが起こります、うん、このロイテンの戦いで勝ったことによって、うんうん、フリードリヒの名声っていうのはヨーロッパで不動のものになっていくんですね、うんうん、その結果イギリスから多額の財政支援を引き出すことに成功していきます、はい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 、これがそのイギリスと結んでたって言ってたやつですよね、うんうんうん、はい、これでまあなんとかこう持ち直していく、すごいっすねっていうのがありますね。普通に力で勝っていくんやな、すげえな、うん、で次がソルンドルフの海戦、うん、はい、これはですねロシアとの戦いですね、うんうん、でこのロシアのソルンドルフの海戦は、うん、まあ、フリードリヒとしてはロシア軍とオーストリア軍が合流されては困るので、うん、まあ、急いで北に部隊を急行させた、うんうん、10日で230キロも行軍したらしいです、はい、うん、だから1日23キロこれはすごいことだよね、すごい、うん、ちなみにスパルタ軍は1日70キロ進むけどね、ちょっと違うなあの人たちはちょっとやばい人たちですからね、はい、そうなんですよね、うん、あのシーズン2聞いてください、聞いてない人は、うんうん、はい、この時初めてねロシア軍とフリードリヒは戦うんです、うんうん、でこの時プロイセン軍にヤーコブ・カイト将軍という人がいるんですけれども、うん、あの前出てきたカイトとは全然別の人ですね、はいはい、ヤーコブ・カイト将軍という人はロシア軍をなめてはいけないと、うん、ロシア兵というのは一人残らず農奴でありながら、うん、その奴隷みたいな感じで農業してる人たちでありながら、うん、どんなに強い砲火にもひるまず、うん、6個大隊以上の一斉射撃を浴びせても後から後から立ち向かってくる唯一の軍隊であるっていう話です。あ、じゃあ認めてるんですね。超認めてるんです、はいはいはい、この人はスコットランド生まれなんですけれども、うん、昔そのロシア軍に仕えてたことがあったんですね、うんうん、なのでまあそのプロイセン側も覚悟して挑むわけですよね、はいはい、で実際結構強かった。相手にコサック騎兵っていうその部隊がいるんだけど、はい、コサックダンスの人ですよね、はいはいはい、あのコサック騎兵がプロイセン軍をかつてないほどに敗走させるぐらいやっぱ強かった、うん、でやばい負けそうってなった時に出てきたのが、ザイドリッツです。大体出てくるこいつ。いやこの人事で救われたね。よかったね。たザイドリッツすごい、うん、へえ。ザイドリッツは8000機の先頭に立って、はい、
ですね、なかなか動かないんですよこの人が、うん、でそのフリードリヒが、はい、お前本当にこうなんか動け動けって言うんだけど動かない、はい、もし今動けって言って動いてないけど、うん、この判断間違ってたらもう本当死刑だよって言ったんですよ、はい、言ったけど、はい、微動だにしない、はい、戦闘が終わったら、うん、もう自分の首は王に差し上げますと、はい、ただ今自分の首が必要なのでって言って要求を拒否します。へーすごはい、ザイトリッツが叱るべきタイミングで突撃してこの戦況を覆すっていう。あ、じゃあもう次よへー、やばいよね。うん、なんなんこの人って思うんですよめちゃくちゃすごいですよね。はあ、漫画みたいな人いるんですよ。キングダム根性座ってますね、はい、キングダムでさ、うん、ほらあの攻めてぶっ潰すみたいな、はい、突撃する王騎将軍みたいな人いるんですよね、はいはい、こうやって、はいはいはい、あのそれが面白いなって思います、うん、本当におるんやなこういう人。おるんですよね、はい、しかし死傷者はやっぱりたくさん出てしまって、うん、兵員の3割を失ってしまった。あら、プロイセンは、うん、対するロシア軍の死傷者もまあ結構出てきた、うん、なので死傷者数でいくとまああんまり変わらなかったりするんですよね、はいはいはい、プロイセンが1万2000で、うん、ロシア軍は、死亡者と負傷者を合わせると1万8000ぐらいかな、はいはいはい、なんで、まあ、どっちもその損害がちゃんと出てるっていう状態、まあ、この前は500とか900とかしか死んでなかったのが、はいはいはい、そういう状態になってますよね。けれども作戦にはプロイセンは勝利してて、はい、これもともとほらオーストリア軍とロシア軍の合流を防ぐっていうやつだったじゃないですか。あ、はいはい、まあ、それを防ぐことは実はできたんですよね。そうかそうか、うん、目的達成って感じ。はい、はい、しかし別にこれで戦争が終わったわけじゃない。まあね、うん、はい、ここから先さらなる苦渋をプロイセンは舐めることになります。うん、ここから先、まあ、2年間ぐらいですね、うん、ずっと守勢に立たせられるんですよね。ほうほうほう。でこれにはもうやっぱり何個かその理由があって、うん、だいぶね軍人王が訓練していた兵士がもう死んじゃってるんですよ、うん、まあね、何万人も死んでますからね、うん。ちなみにね、うん、その15万の兵士がいたっていう話をしたじゃないですか、はい、戦死者数でいくと、うん、もうその15万人全員が総特会が何回か起こってるっていうぐらい、うん、実はこの7年戦争で亡くなっていくんですね、プロイセンの人たちって、ね、だからもともと訓練してた人たちってもうほぼほぼ全員死んでしまって、うん、なるほど、その新しい訓練されてない兵士が追加されてくる。なるほど、まあ、これによってどんどん質が悪くなっていくっていうことが起こっていくんですよね、うんうんうん、あとザイトリッツもこのあとなんか怪我か病気で戦線離脱していくんです、はい、あれやばいですよ。強いザイトリッツもいなくなって兵も弱くなって、うん、なるほど、そうなんです、うん、まあ、このロシアと戦ったツォルンドルフの海戦の後ですね、うん、まあ、ロシア軍はまあ一回後方に引いていって、うん、まあ、冬になったんで東映に入りますと、うん、でそうするとプロイセン軍にとって差し当たっての脅威っていうのは、うん、あのダウン将軍、うん、率いるオーストリア軍と神聖ローマ帝国諸侯の連合軍なんですよね、はいはいはい、うん、こいつらを倒さないといけないんですけれども、うん、ダウンも強かったですからね、はいはい、あの連合軍には負けるんですよ毎回、はいはいはい、うん、だからね一つ一つの国には戦争したら勝つんだけど、うん、連合されると負けるっていうのがやっぱプロイセンのこの時起こることなんで、うん、まあそりゃそうだよね。そりゃそうだ、うん、うん、だから同じぐらいだったらなんとか勝ったりするんだけど、うん、とか、まあ、倍ぐらいまでだったら勝てるんだけど、うん、もっとすごいの来たら勝てないっていう、うん、まあ、当たり前のことが起こるんです、うんうん、これでホホキルヒの戦いっていうんですけど、うん、ここでですね大敗を喫してしまいます。やっぱりダウン将軍っていうのは強いんだよね、うんうん、この人にまた負けてしまう。あら、まあ、ここで大敗を喫してしまうことで、うん、ちょっと戦況がマジでしんどくなってで来る、うんうん、せっかくちょっと巻き直したのに、うん、また敗戦色が濃くなってくるんですね、はいはいはい、でこのホホキルヒの戦いに、まあ、負けた時に、はい、同時期に、うん、最愛の姉であるビルヘルミーネが亡くなります。うわ、心の支えだったね。心の支えだった、うん、彼女は父親と一緒にまあ虐待を受けていて、うん、その同じ趣味を持って父との不安に苦しんでた時以来からずっとまあ、唯一の自分の理解者であって支え合って生きてきて、まあ、仲良く生きてきたこの姉がですね、うん、ホホキルヒの敗戦のマジで当日に亡くなるんです。あら、負けた日にこの
彼女が亡くなってしまって、はいはいはい、この時にそのフリードリヒが、まあ、手紙を、まあ、他の人にまた送ってる手紙にはですね、はいはい、まあ、これボルテールに当ててる手紙なんですけど、うんうんうん、被った損失に対する自分の悲しみは、まあ、あなたはよく分かってもらえると思う、うん、ボルテールのことですね、うんうん、およそ運命の打撃には毅然とした勇気を持ってすれば克服できるものであるが、しかしどうしても戦い抜くことができず、どんな哲学者の教えも助けにならないようなものもある、うん、不幸な運命が人生のこの最も困難な境遇において自分に与えた打撃はまさにこのようなものであるっていう、あ、なるほど、まあちょっと、うん、しんどいって言ってる、ね、それはしんどいやろうな、しんどいですよね。ボルテールってなんかあの知識人というか先生みたいな、知識人で喧嘩別れしちゃった人なんだけど、ね、はいはい、まあ、その後も没交渉にはなってなくて、はいはい、やり取りは実はしてたの、はいはい、こういう、うん、あとはね、この後もうちょいちょい出てくるフランスの著述家であり友人であるアルジャンスっていう人がいるんですけど、うん、この人にまた手紙を送ってます、はい、自分は世界において愛し、また尊敬していたものを全て失った、はい、多くの忠誠な人々を失い、うん、貧しい兵を不幸に陥れ、国土を荒廃させ繁栄していた都市を焼いてしまったという手紙を、責任感じてますね、はい、でこの時の冬は、まあ、一回冬なんでその戦争が一回落ち着いていくんですけど、うんうん、文学にのめり込みますこの間は。うわ、この時46歳ですね、うんうん、でこの時これは多分後年振り返ってるやつだと思うんですけど、うん、自分は僧侶のようにこの冬を過ごした、うん、ただ一人で食事をし読書と著作三昧に日々を送っていった、うん、人は悲しい時にはその悲しみを隠しきれないものだ、うん、普段の努力以外には自分に苦しみを忘れさせてくれるものは何もない、うん、働いている間は嫌な考えが自然に追い払われて出てこないが、それが終わると前より一層強く出てくるのには並行するっていうことを書いてる。もう絶望しながら努力してるって感じだもんね、うん、すげえなー、うん、仏教を教えてやりたい。仏教な、教えても状況は打開しない。そうね、有意識でね、そうだね、認識だっつって。なるほどな、彼自身がちょっと救われるかも分かんない。これ前回なんだっけ、お母さんが亡くなった時かな、その時は哲学をやって悲しみを癒すみたいなこと書いてるけど、言ってる言ってる、うん、お姉さんが亡くなった時は哲学も自分を救えないって言ってる、うん、そう、もう厳しかったんでしょうね。なるほど、うん、これはだから相当しんどかったと思います。なるほど、はい、この状態のフリードリヒをさらに打ちのめすという事態が起こります、うん、もういいやん、もうやめてやってもこれで終わらないんですよ。はい、クーネルスドルフの海戦っていう運命の海戦が起こるんですね、はいはい、うん、この時、うん、開戦してから4年目、はい、戦略上の第一の問題は、うん、オーストリア軍とロシア軍が連合してプロイセンに向かってくるかどうか、うん、っていうことだったんです、はいはいはい、まあ、これが向かってきたら、うん、まあ、ぶっちゃけもう終わりなんですよ、はいはい、この状態でこれが向かってきたら、はい、でロシア軍はオーデル川っていう、うん、ベルリンから40キロぐらいしかないところにすで、うん、に実は迫っていた、やばいよ。そしてそのオーデル川の、まあ、右側の岸であるクーネルスドルフという付近の高地、高い場所に布陣していた。そこにオーストリア軍主力から分かれたラウドンの軍勢というのが合流しようとしていた。あららら、この高地にいる軍勢を攻めるのは非常に難しいし、はい、これは両軍を合わせて8万を超えるすごい戦力を持っていた。あら、しかしこれを撃破しないとすで、うん、にベルリンまで何も遮るものがないっていう、あ、まあやべえ状態に突入していきます。あ、はい、だから攻めるのも難しいし相手が大軍なのも分かってるけど攻めるしかないっていう状態の戦争をしないといけないんです、はい、これがクーネルスドルフの海戦、ここで壊滅的な敗戦をするんです。再起不能と思われるレベルの敗戦になっちゃうんですよね、うん、へー、まあ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 、もう負けるでしょう。プロイセン軍5万、うん、ロシア、オーストリア連合軍8万、うん、ですよね、うん、本当に致命的かつ壊滅的な大敗なんですけど、うん、この戦いでほら彼ってさ、フリードリヒ大王ってさ前線に出てるじゃん、うん、2回乗馬が射殺されるんだよね。へー、あ、乗ってる馬が、はい、へー、うん、で自分自身も弾当たるんですけど、うん、
タバコ入れに当たって命が助かる。 うわマジ漫画マジ漫画。それお父さんが残したやつとかじゃないですか。ではないではないんだけれども、はいはいはい、タバコ入れに弾が当たらなかったらちょっとどうなってたか分かんない、うん、数十センチで歴史が変わってる、うんね、死にかけたっていうこと、はい、まあ、自ら軍旗を握って奮戦し、うん、まあ、局面打開に彼は諦めずに、うん、その務めたんだけれども、うん、まあ、ボン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 銃弾が軍服をかすめ、乗馬が、まあ、2回にわたって打ち倒された、うん、はい、単身敵軍に包囲されたりとか、うん、100機率いるそのあ、まあ、単身敵軍に包囲されて殺されそうになったんだけども、うん、助けが来て助けられるみたいな、うん、もう本当にスーパーギリギリの状態でやってたんですよね、うん、でプロイセン軍は完全に敗退して5万いた兵士は3000まで減るんです。あら、この時、まあ、国の大臣に送ったフリードリヒの手紙、うん、4万8000人、まあ、5万ですよね、の部下のうち、うんうん、今はわずか3000名です。あら、こうした手紙を書いてる今もどんどん脱走していきます、うん、私はもう部下を掌握していません、ベルリンでも誰も我が身の安全を考えていることでしょう、うん、もはや打つ手はなく、率直に言って全てが失われました、うん、祖国が滅んだ後に私が生き残ることはないでしょう、うん、さようなら永遠にって、え、まあ、もうすでに遺言、遺言やん、遺言やん、諦めてるっす、うん、遺言やんこれ、はい、でここでやっぱ服毒自殺を考えていて、この朗読係っていうなんか係がいるらしいんですけど、ドカットっていう人がいるんですけど、うん、その人にその18畳のアヘンが入った箱を見せて、はいはいはい、私は祖国の荒廃する姿を見てまで生き残ろうとは思わないって言ったらしい。ちょっと止めて止めてやばいやばい、それ飲んだらやばい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 、もうプロイセン軍は壊滅して再建の術もなく国家も滅亡するしかないなって思ってる、完全に力尽きて意気消沈してるんですよね、で残軍の指揮権をフィンク将軍っていう他の将軍に委ねて、はい、王位継承者に王位を自分の弟ハインリヒに最高指揮官を任命して、うん、もう完全に引退自殺モードに入るんですよここで、うん、もう就活入ってるじゃないですか、はい、終わるという意味で、うん、はい、はいはいはい、しかしここで奇跡が起こるというのが ここから巻き返すここから巻き返すからフリードリヒ大王は歴史に残ってるんです、これはねやっぱりちょっと新作味があるよね、うん、何何、あ、高杉新作味、高杉新作味があるよね、うん、高杉作っぽいこと新作味があるへー、これは誰から見ても終わってるでしょ、終わってますね、うん、もうあと自殺まで一歩のところで彼はまだちょっと踏みとどまってるんですよ、そうギリギリやん、もう理性で、はい、ええええ、うん、ちなみに、うん、この時、うん、イギリスからの資金援助打ち切られてるからね、うわー、うん、見捨てられた、そう、もうダメだ、もうこいつダメだってなって、う、もう終わりだってなって、イギリスの資金援助を打ち切ります、うん、ここからフリードリヒ大王は巻き返すっていうのが彼のやっぱあれだよね、クライマックスだよね、人生のね、どうやってそうですよね、どうやってって思いますよね、はい、で何が起こったかっていうのを説明しますね、この時オーストリアとロシアの連合軍は、まあ、プロイセンをボコボコにしましたよね、はいはいはい、でベルリンから40キロぐらいまで迫ってますよね、はい、でそれを遮るものは何もないわけです、はいはい、なのにもかかわらず両軍はベルリンへの進撃を行わないんですよね、まずはシュレージエンを完全に占領することは取り決めて、うん、そのシュレージエンをオーストリアが回復してロシアも東プロイセンを獲得してっていうことを決めるんだけれども、これ以上攻めてこないっていうことが起こるわけ、これなぜこんなことが起こるかっていうとですね、オーストリアとロシアもプロイセンが完全に滅びてしまうと、うん、ヨーロッパの均衡が崩れて逆に困るっていうことが起こるんです、ここでなんか、へえ、そうなんですね、オーストリアがやりたいのはシュレージエンを奪還することなんですよね、はいはい、ロシアがやりたいのは東プロイセンを獲得することなんです、うん、なのでベルリンに攻めるメリットが実はこの2国にあまりないっていう状態が出現してしまうんです、当然フリードリヒとしてはもうこれベルリンまで来て死ぬわって思ってるわけ、はいはいはい、うん、壊滅させられるって思ってるんだけど、うんうん、まあこのような理由でもたもたするんですよ、一旦、うんうん、理由がないから彼らにメリットが
滅ぼしちゃったら滅ぼしちゃったで、じゃあベルリンどうするみたいな問題とか発生するし、その後にいろんな問題が発生するから、お互い牽制し合ってたしね。そう、牽制し合って二の足を踏むんです。プロイセンをボコボコにするっていう利害で一致してんだけど、プロイセン滅ぼして分割するという利害では一致してなかったんだよね。ここでもう死のうってなってたフリードリヒがちょっと精神的に持ち直してくるんですよ。おー、一回諦めたじゃないですか、完全に、はいはい、一回諦めたフリードリヒがね、理性の力で自らをまた奮い立たせるんですよ。この時の奮い立たせ方は、はい、ちょっともう俺感動したもんね。もうね、もう比べたら悪いけど、確かにスタートアップで同じこと思ったことがあった。古典ではその資金がショートするってなかったんだけど、僕が過去ね、やっぱ参加した企業で資金をショートしたことがあった時に、同じ元気の出し方したことを思い出した、はいはいはい、この時のね、フリードリヒの元気の出し方が、はい、よくよく考えてみようと、理性で、数学的に考えたら、俺が負ける可能性 0% じゃないなって思った。これ理性本当に理性かこれ数学的に考えたら 0% じゃないのに諦めるのは非合理的だなって思った。いやいや、ちょっと待って、ゼロじゃないんだったら何かやった方がいいって思うんです。もがいてみようと思ったんだね、って言って理性でなんとかするんです。まあね、これはね、やっぱね、彼の強みを使ってると思う。なるほど。ちょっと俺ここは感動したね。へー、もう本当に、ああ、もう本当頑張ったなって思った。理性でなんとかします。なるほど。で持ち直してくるんですよ。ほら、最悪の事態を想定して元気ないじゃん。はい、だけど、あれみたいな、はい。なんか来ないなみたいな。あ、なるほどなるほど。ってなるじゃないですか。で、あ、よくちょっとよくよく考えたら、まだ俺負けてないじゃん。でその時にいいことも起こるんです、3000人ぐらいしかもう兵がないと思ってたら、はい、敗残兵を周りからバーって集結させると、3万3000残ってたんです。え、結構悪い全然違うっすね、はい、はい、3万3000まだあったんです、はい、あれ3万3000あったら、まだなんかできるって思ってるんですよ。おー、いやでも本当ギリギリだったで、もしさ、そのフリードリヒがここで自殺してしまったらもう集まってないかもね。やばいやばい、集まってないし、3万3000を集めようって思わなかったら集まらなかったし、諦めなかったことが大事なんだよ、やっぱここって。諦めずに 1% でもあったらなんかしようって思ったことがやっぱこの後の結果に結びついていくんだよね。そこはやっぱり新作味があるよ。新作味ね。でね、この人ね、シュレイジン戦争を起こすときにね、あんだけアンチマキャベリ論とか書いてさ、はい、名声とか自分のなんかそれにほら、その啓蒙君主だから自分のその名声とかのために戦うとかってダメじゃん、はい、なのに、実際はさ、シュレイジン戦争行くときにポロッと調子乗ったこと言ってんのが、はい、やっぱちょっと名欲しいなって言ってるんですよ。いや、漏らしてるんかい若いしね、まだね、はいはい、名誉欲しいなって漏らしてって、これに勝ったらすげえ名誉もらえるぞって言いながらシュレイジン行って獲得して、それで名声得てたじゃないですか。でもこの時のこのボコボコになって、もう自殺超直前まで行った時のこの人の発言、もう名誉とかもうほんと少しも考えてない、思うのはただ国家のことだけだって言ってるんですよね。これはマジやろうな、はい、これもう俺マジで一緒だった、スタートアップで最初僕がスタートアップ始めた頃はチヤホヤされるかもとか確かに思ってた、けどやっぱそのすっごい苦労した後って全部どうでもよくなるんだよね、そんなこと、上っ面なんだよチヤホヤされるとかって、っていう風に思った経緯をちょっと思い出してね、シンクロしてしまった。シンクロしたよね、もういや、ちょシンクロしたとか言ったらちょっと調子乗ってるって自分でも思うし、はいはい、この人はさ国家でやってるから、人の死も関わってるからレベル違うと思うんだけど、キャッシュがなくなった時に俺も思ったなって思ってね、うわぁ、先日ながら全く同じっすね俺ですよね。俺ブック潰れたらタガは終わると思ったから一人で残ったんで、ね、マジ同じや、これここはすごい。なるほど、キャッシュが尽きた時のあの名声のどうでもよさ、なんせ失ってますからすでに、名声を、そうっすね、あの時の境地はここはちょっとシンクロしましたよね。なるほど。
ど、はい、でも本当本物だろうね。なんか口だけでその啓蒙思想を学んでるだけじゃないんだな、ちゃんともう本当に根の根っこまでインストールしてるもんね。そのね、それはね、うん、最初からではないよ。だから首霊人信仰するときは口だけなんだよ、うん、だから名声とか言ってるわけ、うん、口だけじゃん。だって啓蒙ってそういうことじゃなかったじゃん、うんうんうん、けどやっぱり自分の中にはエゴがあったわけ、うん、認められたいとか、うん、いい王様として評価されたいとか思ってて首霊人に手出してるわけですよ、うん、なるほどけどそこからこういう凄まじいボコボコにされるみたいな経験を通じて、うん、エゴが消滅していくということを多分 なるほどね彼はね経験してるっていうふうに、まあ、僕は思った。じゃあ本当にその啓蒙思想が本当の意味でインストールされるにはやっぱり絶望、一回絶望して、うん、まあ、啓蒙思想に関わらずだと思うんだけど、うん、まあ、一回その自己承認欲求とかが完全に消えるってこういう経緯だと思うんだよね、うん、なんかわかるな。もうスーパーボコボコにされたところから再起するみたいなことがあるとやっぱね、自己承認欲求とかってなくなっていくなっていう経験を、まあ僕もやっぱりちょっと自分の規模なりにしたので、うん、すごいねやっぱ感じることあったんですけど、うん、この時のプロイセン軍っていうのはその3万3000集めたものの もはやボロボロなわけです。いやそうですよ、うん、全然まだね、はい、そうそう感動してる場合じゃないですよ、はいはい、ほとんどが新兵だったりとか、はいはい、まあ、その脱走した人を連れ戻したりとか、うん、捕虜を兵士にしたりとか、うん、あとはその10代の子供とかなんです、うん、で子供を戦争に駆り立てるなんて人道的に一番やっちゃいけないみたいなことをあのどっかで言ってるんですよ、彼著作の中で、うんうんうん、言ってるんですけども、まあ、それもやらざるを得ないような、うん、その15、6歳の子供ですよ、うん、を、まあ、集めてるっていうもう本当にギリギリの状態です、うん、でこの状態から、戦争の状況を、まあ、本当に変えていく、気持ちが今持ち直しただけですからはっていうのが起こるんですけれども、ですね、まあ、これ本当奇跡なんだけどね、うん、あのプロイセンとしてはさっき言ったみたいにイギリスからの援助も打ち切られたし、うん、まあ、めっちゃ遅いなって思うんだけど、うん、この後に及んで戦争を終結させるために各国にこう働きかけていくわけです、はいはいはい、けれどもさ、もともとマリア・テレジアにめちゃくちゃ恨まれてるし、はい、エリザベータにも恨まれてるし、うん、ポンパドゥール夫人にも恨まれてるから、うん、まあ、ポンパドゥール夫人はフランスはねもうそろそろ戦争終わってもいいかなっていうふうに思ってたんだけど、うん、そのマリア・テレジアとかはもう絶対戦争終わらせねえって思ってるわけです、はあ、で講和条約が結べないんですよね、うん、ここも一回頓挫しちゃうんですよね。あら、でこの中でもう一回リーグニッツの海戦っていうのが起こるんですね。これは戦争するんや、はい、うん、ここでは何とか勝利するっていうことをするんですけれども、その2ヶ月後に実はベルリンが陥落するんですよ。その軍が全部外出てるからね、うん、もう攻められたら負けちゃうわけ、うんうん、で、まあ、陥落してからその4日間フリードリヒ大王が救援に向かうまでは、うん、そのベルリンっていうのはロシア軍の占領下に置かれて、うん、あとはオーストリア軍の占領下にも置かれて、うん、オーストリア軍ってさ、シュレージエンをああいう奪われ方してるからめちゃくちゃプロイセンのこと嫌いなわけ、うん、なんですごい激しく略奪されたらしい、ベルリンが。すごい。あとそのベルリンが陥落してなんとか取り戻した翌月のトルガウの海戦ではですね、うん、ここでもプロイセン軍はなんとか勝つんですよ。勝つんや、うん、へえ。でまたもう流れ弾で怪我をするんですけどね、うんうん、はい。でこのトルガウの海戦が最大の激戦って言われてるんですよね。ここで最大の激戦やるんや。ここが最大の激戦なんですけど、ここで兵力の3分の1に当たる1万7000人の死者を出すんです、またプロイセンが。はい。でもういよいよもう持ち直したけど、もう頑張ってる、もう 0% になるまで頑張るで決めてるけど、いよいよ負けそうなんだよね、うんうん、もうその不名誉な平和条約を承認するぐらいだったら、うん、もう死のっていうふうに言ってるんですね、プライベートで。はいはい、はい、うん、っていうような状態になっていく。なるほど、はい。でここから先さらにこう守りに徹せないといけないっていうような状況を迎えていきますね、うん、死が近いずっと、うん、ずっとだからなかなかねずっとしんどいんだよね。はい、はい。でコールベルクっていうところが陥落した時のフリードリヒ大王の発言、はい、ありとあらゆる不幸が我が身に降りかかってきた、うん、我々来年どうなるんだろう、国民はどうなるんだろうか、軍はどうなるんだろうって言ってます、うん、はい、
まあねって感じだよね。なるほど、うん、自分が救われる見込みは全くない。それでも全力を尽くしたい、うん、今や勝つか滅びるかのいずれかである、うん、自分は決して卑怯者としては死にたくないかですね、まあうん、でこの時に言ってたのがさっきあれです。自分はその死のうと思った、うん、だけれども少しでもその可能性が見出されているのであれば、それを試みるべきだと思うと、うん、なるほど。数学的な確実性がないのに絶望するのは卑怯だ。卑怯ではねえけどなっていう考え方で奮い立たせてるってことです ね、 そうだね、すごいな。でこの時期にプロイセンは物資も欠乏してきます、うん、なので、まあ、彼はですね、フリードリヒはオスマン帝国とか、まあ、ロシアら辺にいたタタール族っていう、まあ、うん、なんて言うんだろうな、もうヨーロッパ戦争と関係ねえ人たちいるんですけど、うんうんうん、この人たちと交渉し始めて、うんうん、なんとかそのオーストリアとかを牽制できないかみたいなことを画策したりします。え、タタール族急に出てきた。 あんまり覚えなくていい、はい、まあなんかね、織田信長が朝鮮に助け求めるみたいな感じ、うん、なるほど、だからすごい限界状態って感じ。なるほど、なるほど、はい、でさっき言ったみたいにイギリスからのプロイセンの資金援助も打ち切られる、うん、はいはいはい。でこの頃のフリードリヒの発言めっちゃ面白くて、最も暗い時は最も暁に近い時であるって、ちょっと開きなって言ってますねこれめっちゃ面白いですよね。まあでもなんかいい表現やな、うん、これ、はい、ほら今までさ暗い話してたじゃん、はい、もう本当のボコボコの時に彼が言ってるのが、うん、最も暗い時は最も暁に近い時であるって言ってる。なるほど、これは悟りが近い、こういうしかないんでしょうねなるほど、うん、4時ぐらいや午前4時ぐらいっていう状態ですね、うん、でそれが本当だったっていう感じなんですけど、うん、このようなもう本当に追い詰められた状況の中、うん、奇跡が起こります、うん、おロシア女帝エリザベータが急死します。おでこの後を継いだのがピョートル3世、うん、このピョートル3世はフリードリヒを尊敬していて、ロシアが勝ってるのにフリードリヒと講和条約を結ぶっていう謎の動きをするんですよ。尊敬してるとかが個人的にフリードリヒのことをとても尊敬していて、うん、ロシアが勝ってんのに、うん、プロイセンに有利なサンクトペテルブルク条約を結ぶ。何してるんですか、逆にあれですね、その、うん、ロシア女帝エリザベータはその、はい、まあ、後継者を指名するじゃないですか、はいはい、で自分の甥っ子のピョートル3世を、うん、まあ、指名したんですよね、うん、でも今深井くんが言ったようにピョートル3世って敵国であるはずのプロイセンに対してこうすごくこう味方に立ってる立場なんですよね。でフリードリヒ B 期なんです。なんでフリードリヒ B 期で、うん、でプロイセン風の制服とか軍隊のキリストをロシア軍に導入とかしてるんですよね。憧れてるんです、フリードリヒっていう啓蒙君主に。そうなんですよね、憧れている、はい、ちょっとだいぶ無能な王様なんですこの人。そうだ、あんまり才能はなかったと言われてて、はい、で、うん、ロシアの宮廷内でも何やっとんねんっていう反発が徐々に強まってきて、うん、で逆にピョートル3世の妻であるこうエカチェリーナがもう相当優秀なんで、こう妻の方にこう待望論が集まってきてるんですよね、うんうん、でそういう中でピョートル3世が要するに国益に反した行動をここでやるんですよね、うん、というのがフリードリヒにとっての奇跡なんです、はい、だからそのロシアが東プロイセンとかポンメルンとかノイマルクっていうところを占領してたのに、うん、それ全部タダで返す。なんなら、うん、ロシア軍はプロイセンを支援する軍隊を送るよみたいな話をする。 うわ、むちゃくちゃするやん。賠償金もいらないですって。へー、うん、まあ、この結果ピョートル3世は妻のエカチェリーナにクーデターを起こされて引きずり下ろされますけどね。殺されてエカチェリーナ2世が君臨して、エカチェリーナ2世はめっちゃ優秀なんでロシアの最高時代ここで築いている。そうなんですよ、エリザベス女帝並みの頭の切れですね、この人は、はい、うん、けどまあこの同盟関係っていうのはロシアも疲弊してたんで、うん、まあ、そのまま一旦講和条約を履行することにするんですよ、このピョートル3世が結んだやつを、はいはいはい、これで形勢が変わっていくんです、うん、びっくりするなこれ、うん、
こんなこと起こりますかって感じだよね。本当にフリードリヒが 0% じゃないって言ったのがマジだったっていう、うん、確かにね。でもフリードリヒがちゃんと戦争頑張ってさ、うん、でその自分の名声をヨーロッパ中に広まったことによって、このピョートル3世が、ね、あめっちゃすごい人や、めっちゃ尊敬に値するっていう風に繋がって、ここの奇跡にギリギリ繋がったっていう。本当そうね。だから諦めずに戦ったのが生活よりはかっこよかったってことですね。かっこよかった。なんか、うん、かっけーって言って人を動かしたってことや、うんね、そうなんです。でこのチャンスを逃さずに、はあ、フリードリヒは軍の再建を目指して、うん、まあ兵力を16万8000まで伸ばそうとします。16万8000。はい、まあ、ここまではできなかったんだけれども、うん、結構その兵士をまた集めたりをして、うん、またこう戦える状態っていうのを作っていくんですよね。うん、この状況変化をまあバネにしてってことですよね。うん、でこの頃フランスがイギリスとの植民地戦争に敗れていって、はい、戦意を喪失していくということが起こるんです。しかも同時期に、で、このフランスが戦意を喪失して退去していくことによって、その神聖ローマ帝国 の、 そのドイツ帝国連合軍みたいなのも戦意を喪失していって、うん、ついにプロイセンと中立協定を締結するに至ります。で同時期にオーストリアも実は甚だしく疲弊しており、このオーストリアはでもほらさ、シュレジエンをさ、はい、もう何としてでも完全奪還したいわけ、はい、ちょっともうすでに奪ってたよね、はい、この完全奪還したいっていうふうに思ってるんですけれども、うん、この再度プロイセンは軍を蘇生したって言ったでしょ、うん、この軍で本当に最後の根性を見せてですね、はい、シュレジエンの大半をプロイセンがまた奪い返すんですよ。はあ、いろいろやつってやるな。でこの時点ではもはやオーストリア単独で戦争を継続する能力がなくなってたんですよ。そしてマリア・テレジアは苦渋の決断をまたここで迫られることになります。結局7年戦争が始まる前とほぼ同じ状態のヨーロッパの秩序でまた行くということが、ここでまたみんながめちゃくちゃ戦争して一時期もうほんといろんなことが起こった後にまた結局元に戻るっていう謎の現象が起こるんですよ。何やったんや、うん、7年、うん、はま、この時マリア・テレジアはねもちろん鉄の意志なんで、はい、基本的には諦めない人だったんですけど、まあ、諦める理由があって、はい、オスマントルコが不穏な動きを見せていた。やっぱりオーストリアが疲弊しているのを知っていたオスマントルコが10万の大軍を国境付近に集結させていた。だからオスマントルコってやっぱすげえよね、うん、強いんだよね、うん、あとはそのさっき言ったロシアとかスウェーデンとかはすでにプロイセンと和睦して戦線離脱していた、うんうん、でドイツ の、 あの神聖ローマ諸侯もプロイセンと中立を約束していた。で英仏両国もその戦争を終結させてフランスも撤兵をしていたということで、そして国内情勢としてもすごい軍の士気もだいぶ下がってきた上に財政上の問題が非常に深刻化していて、その内部もぶっ壊れそうだった上にマリア・テレジアが健康問題を抱えていたんですね、この時期。このような背景からフリードリヒはここも強気で交渉するんです。シュレージェンを渡さないっていう強気の交渉をして、マリア・テレジアが折れる形で和議が結ばれ、これをフベルトゥスブルク講和条約っていうんですけれども、ここでプロイセンがシュレージェンを領有することが最終的に確認をされていくと。へえ、守りきったね。守りきったんですよね。奇跡やなこれ。この7年戦争を経てフリードリヒ大王っていうのはもう軍人のように崇められるようになっていった。そりゃそうや。しかしですね、明朗快活で結構感じのいい人だったんです、フリードリヒって、はいはいはい、若い頃、うん、まあ、この戦争があるまで、うん、この後ね性格が変わっていくんだよね、フリードリヒ。皮肉で心が冷たいって言われるような人になっていきます。まあ消耗したね、メンタルも。多分メンタルがやられたんじゃないかなと思うんですけど、うん、大王の親しい友人家族がまあもうみんな死んでいってしまった、うん、はい、お姉さんも死んだしお母さんもね亡くなりましたよね、この戦争中に、うんうんうん、
はい、で友人も亡くなっていった、うん、でそのプロイセン自体も甚大な被害を受けていて、うん、戦争は終わったんだけれども国を復興させるという、うん、ものすごくでっけえ仕事が残っていて、うんうんうん、なんとこの戦争が終わってからね、うん、数日後からもうこの復興の業務に入ってるんですよこの人。しかもものすごくエネルギーを注いで頑張るんですよね。そう、はい、まあでも勝った時に言った言葉、うん、今や勝ち得た貴重なものは自分の一心ではなくまさに平和そのものである。善良な市民や民衆の喜びが何よりも嬉しい、うん、哀れな老人である自分はやがて首都に帰還するがそこには崩れ落ちた壁があるばかりで昔の仲間の誰にも再び会うことはできまい、うん、自分を待っているのはただ膨大な仕事ばかりだっていう話をして、なんか嬉しいんか嬉しくないか分からん、うん、まあ本当そんな感じだと思う。嬉しいんか嬉しくないんか分からんって感じなんだったと思う、はいはいはい、フランクフルト門で市当局の歓迎の辞を受けたフリードリヒは、うんうん、準備されてあった豪華な馬車はそのままにして、うん、戦時にまみれた軍用馬車のまま市民の歓迎を避けて暗い横道を通って王宮に入っていった、うんうん、そしてその翌々日から早くも戦後の復興経営を開始したって書いてあるんです、うん、かね、いろんな国内のいろんなところに視察に出かけたり、まあ、被害を調査したりとか、うん、と農民の実態を調べたりとか、うん、あと産業を、まあ、もう一回育成するための情報を集めたりとかもしてるし、まあ、新しいこう部局、例えばその鉱山を開発する部局だとか、あの森林を開発するための部局だとかも設立したりとか、あとはその農業ですよね、農業の政策を打ち出したりとか、干拓事業も積極的に推進したりとか、そういうなんか細やかな復興のための内政の手もちゃんとメンタルリソースを割いて打ち出していってるんですよね。休んでもいいと思うんですけど休まない。いやどこからそのエネルギーが出るんやろ、うん、義務感ですよ、うん、彼の義務感、現代人の義務感と質の違う、なんかね、はい、近代人の義務感ですこれは、うん、僕たちの親の世代とかがサラリーマン根性としてすごいのを出すみたいなのとやっぱり同じ、僕たちには出せないなんか、まあ、出せる人もいるでしょうけど、うん、はい、真似のできないタイプの義務感を使ってる感じですよね。うん、うん、で多分自己承認欲がほぼ消えてんだけどこの時期、うんうん、こういう勝利を称えられた時に、うん、彼が言ったのが、うん、とんでもないと、主役を演じたのは全くの偶然で、うん、自分としてはこの戦争を完遂するよりもむしろラシーヌのあたりのような本を書きたかったんだって言ってます。だからどういう、はい、まあ、ラシーヌのあたりっていうのはまあそのなんていうんですかね、うん、劇です、うん、戯曲です。うん、あ、いや作品作りたかったって言ってる、まあ、そういうことですね。あ、なるほど、はいはい、みたいなこと言ってるほし、まあ、自分のおかげで勝てたわけじゃないってこともまあ言ってるんですよ、うん、彼はね。なるほど、はい、で、まあ、このシュレージエンが最終的にプロイセンの領土になったことによってプロイセンは列強に名を連ねることになって、うん、このあとビスマルクの時代が来るよね。あ、ビスマルクは、はい、あのビスマルクの時代が来て、はい、このビスマルクがこの国力を使ってドイツ統一っていうのを成し遂げていくっていうところにまあつながっていく、うんうん、そして第一次世界大戦に行くよね。うん、うん、まあなんでこの本当にやっぱり彼のその新ストア主義的な義務感、うんうん、すごくストイックな義務感、うん、良き君主であろうとするね、良き君主であろうとする、うん、それを理性を持って達成しようとする、うん、今までは理性の時代ではなかった、うん、この理性の時代ではない君主たちが出てきた時代に対するアンチテーゼとしての啓蒙君主として、うん、理性を使って全てを乗り越えていこうっていう信念を持った、うん、フリードリヒが本当に理性を持って困難を乗り越えていくということをしただけれども、うん、まあ、心に深い傷を負っていったっていう、うん、なんかもう人間らしくないわ逆に、なんかですね、もうマシーンに見えてくるっすわ、なんかそうですね、うん、まあ人間らしさという概念がないので、はい、この時代、なるほど、理性を使ってどれだけ啓蒙的なことができるかということが大切な考えで生きてる人たちだからね、はいはいはい、という感じですかね。いやー、なんか乗り切っ
った感がすげえマジで。なんか聞いてるだけで疲れたっすわ俺。まあ1時だから今。あ、それは夜遅いから。俺ももうなんか、死にそうだもん今。今もう3000円ぐらいしかいないですかね、兵が。そうですね、3000ぐらいしかいないです。まあでもここで終わる確率は 0% じゃないですからね。うん、あのそうですね。はい。今シャープ10でしょ、はい、シャープ11まだ続ける可能性 0% じゃないですか。0% です。いやいや本当にまだ続きますよ。いやいや 0% じゃない、 100% ですよ。あ、 100% やるんや、うん、そっか、はい、うん、いやすごかったな、ね、まあちょっと壮絶な、はい、7年戦争が終わりましたけども、はい、ということでですね、はい、まあ、次回は、うん、じゃあフリードリヒの晩年とね、はい、この7年戦争が終わった時点で50歳ぐらいでしょ、はい、それから結構生きるんだけど、はい、その晩年とあとはずっと戦争の話をしてきて、さっきまあヤヤが少し触れましたけど、その内政も結構やってるんですよね、うんうんうん、内政の話をしていきたいと思います。はい、はい、いやちょっとお疲れ様でした一旦、はい、いやこれはすごい話を聞きました、はい、ということで今日はここまでですかね。ありがとうございました、はいはい。Hi, Suzuku.